皆さんこんにちは、タカです。今日はですね、無人島に一つだけしかプラグインを持っていけないとしたら何を持っていくかと題しまして、僕の大好きなプラグインについて語りたいと思います。結論から申し上げますと、スペクトラソニックスのオムニスフィア2です。これあまりにも使える音色がダントツで多すぎる。プリセットって意味ではおそらく確か1万5000種類ぐらい入っているので、多分一生かかっても使い切れないプリセットが入ってるっていう風に言われてます。発売から5年経った今でもですね、最近でもアップデート、無料アップデートがあったりとか、あといろんなメーカー、いろんなユーザーが追加音源を作って出しているので、無限に増やせる、音作りも簡単なので自分でもいじれるっていう点がもうめちゃくちゃ素晴らしいです。この動画をご覧の方で持ってない方はもう概要欄にオフィシャルサイトを貼っておきますので今すぐポチってください。発売からすると古いソフトなので今更操作方法とかはちょっと省かせていただくんですけども、ただ動画の最後にですね、おすすめの音色を少しだけ紹介しますので、もしよかったら最後までご覧ください。まず音がいいってことは第一ですね。いわゆるシンセサイザーではあるんだけれども、アコギだったりとかストリングスだったりとかピアノだったりとかカリンバとかね、アコースティックな楽器も入ってるっていう点が特筆すべき点かなと思っています。このオムニスフィアだけ持ってれば一曲丸々作れちゃうってことなんです。そういうマルチな音源って、例えばサンプルタンクだったりとか、古いところで言えばハリオンとかね、いろいろあると思うんですけども、やはり音の厚みとかクオリティとかレスポンスの良さ、プリセットの探しやすさとか、いろいろ加味すると僕はこのオムニスフィアが一番好きです。そして皆さんもベースの音源で使ってらっしゃると思うんですけども、トリリアン、これも同じメーカーのスペクトラソニックスですので、トリリアンのタブを選べば、オムニスフィアのエンジンの中にトリリアンのベースの音色も読み込めますし、もう最高なんです、最強なんです。で、先ほど申し上げたアコギとかストリングスの音色っていうのもですね、おまけ程度で入っているクオリティでは全然なくて、もうマジで結構かなり使えるクオリティに仕上がっています。何せ1万5000種類なんでね、まあ大きな言ってもんじゃないんですけども、1万5000種類の中で多分半分以上はかなり即戦力なプリセットになってると思います。で、例えばこうやって iPad からも操作できたりとか、そしてね、最近だとこういう風にですね、ネイティブインストゥルメンツのコンプリートコントロールからも操作できるように設定できます。これは設定に一手間あるので、ちょっと概要欄にそのパッチをダウンロードできるリンクを貼っておきますので、こちらから試してみてください。ただね、これ僕実際やってみての感想なんですけども、鍵盤から見れることには興奮したんですけども、実際そんなに使い勝手がいいかっていうと、オムニスフィアに関しては普通にプラグインウィンドウからいじった方が早いと僕は感じました。オムニスフィアの音色って一個一個がめちゃくちゃ説得力があって存在感があるんですけれども、それって結局リバーブとかディレイが最初からかかってるからっていうのもあるんですよね。なので中にこうやって FX が入ってるんですけども、それらは切った上でですね、作曲を進めていくと、よりオムニスフィア同士が混ざり合って、ロジック側でリバーブとかディレイをかけてあげた方が、オムニスフィアだけで一曲作る場合はそういう方がスッキリするかもしれません。何せ一個一個のね、トラックの圧がすごいので、飽和しないように、そこだけ気をつけるべきかなと思います。でね、スペクトラソニックスって本当にいいですよね。このオムニスフィアの前身がアトムスフィアっていうのがあったんですよ。で、僕その頃から買っていて、アトムスフィアってね、主にね、パッドの音源だったんです。で、パッド音源集みたいな感じで、それもかなり使えるなって当時から思ってたんですよ。僕20歳ぐらいの時だったんですけど。で、そのアトムスフィアの前身の音源も、オムニスフィアの中には収録されているので、アトムスフィアのタブを選ぶと、昔と言っても全然使えるものなんです。で、これもいいとこなんですけど、オムニスフィアの音色って、まあ、EDM とかそういうタブはあるんですけれども、その流行り廃りがそんなに感じられない音色なんですよ。良くも悪くもなんですけど。なので、ずっと使える音源だと思うんです。僕のチャンネルでそこそこ再生されている動画で、初心者の方におすすめするプラグインベスト5っていうのがあるんですけども、そちらでもちょっとオムニスフィアについて触れてるので、もしよかったらそちらもご覧ください。いや、本当にこの時代、ロジックとオムニスフィアがあれば、本当に無双できます。僕もね、オムニスフィアだけで何曲作ったかわからないです。本当に感謝しています。最近仕事で映画の音楽を作っていたんですけれども、たまたまそれがホラー映画だったんですよね。で、ホラー映画とか、そういう、いわゆるドローン系っていう音楽があるんですけども、ドローンってちょっと検索してみてください。そのドローン系の音楽の時は、もうめちゃくちゃ役立ちますね。その怖いパッドのファーとかファーって、低音のガーっと怖い音とか、一つのトラックだけでも存在感がある音色っていうのがすごい、オムニスフィアの得意なところだと思います。この動画を撮るにあたって僕いろんな方のですね、オムニスフィアのレビューを拝見したんですけれども、意外と皆さんその癖が強いとか、濃すぎてちょっと使いにくいんだよねみたいな意見を書かれている方が多かったんですけれども、やはりそれはそれ、僕が先ほど申し上げたように、FX を切ったりとか、EQ をうまく使って、ローカットしたり、ハイカットしたりして、うまく曲に馴染ませるってことが重要だと思います。
冒頭にも申し上げた好きな音色なんですけども、今日は2つだけ紹介したいと思います。1つ目がこちら、ジャイアントトランスリードという音色です。ちょっと聞いてみてください。はい、こんな感じです。これがねまたすごくいいんですよ。もう歌物のバックとかにね、こうピアノの和音とかにバッバーって重ねたりとか、これね、もともとソロボタンが押されてるんで、これを外してポリシンセにしてから使ってください。これめちゃくちゃ使います。で、もう一つがこちらです。これもうファストレガーとストリングスです。これがね、まあ、いわゆるストリングスなんですけれども、これお手持ちのストリングス音源に重ねてもいいですし、ストリングス音源ちょっとこれから買おうかと思ってるって方も、まずこのオムニスフェア買ってください。オムニスフェア買ってからこのストリングスを使ってみて、それでも必要だったら、プリセットが多すぎるんで、音色を探すときにね、おみくじ要素が強すぎるんですよね。で、あ、よかった、今日は大吉だ、みたいな。っていうのが、あまりにも運要素が強いっていうのは、周りからも聞いていて、僕もまあまあ、ちょっとそうかなとは思うんですけども、慣れてくればですね、民族楽器風のホラーで使えそうな音とかっていう、そういう検索もできますし、例えば気に入った音がありましたと、これ近いなっていう時は、サウンドマッチっていうね、上のボタンを押していただければ、それに近い音色が、似ている順に上から表示されますんで、上から聞いていってっていうのでもいいと思います。その辺がなかなか全身のアトモスフィアからはかなり改良されているんで、まあ音源のレビューとしてね、言っちゃうと、もう5年も6年も経ってるんで、今さなんだよってことなんですけども、改めてご紹介するとそんな感じです。ぜひ自分でですね、まだ誰も出会ったことがない音色に出会って自分の曲に取り入れていただけると、オムニスフィア好きとしてはとても嬉しく思いますので、そしてお持ちでない方はこの動画を見終わったら買ってください。今回は無人島に一つだけ持っていけるプラグイン音源何選ぶよっていう時にオムニスフィア2をご紹介いたしました。今日はこんなところで失礼します。ありがとうございました。タカでした。